Stop it. Get some help. まあ、イングスさんといえばでも稲妻で登場される、うん、はい、てっぺの、ね、ボイスを担当されていたじゃないですか。もちろんですよ。てっぺはね、まあ、手元に資料もありますけど、はい、あの非常にね、あの原神の NPC の中でも注目度が高いキャラクターでしたし、はい、すごい記憶に残るキャラクターでしたよね。印象的なシーンで、ね、もうちょっと聞いた話なんですけど、僕も聞いた話だと、うん、てっぺんその井口さん の、 その収録現場で、はい、あ、はい、この方の声とお芝居素晴らしい、ぜひやっぱりそのプレイアブルのキャラクターとしても起用させていただきたいっていうね、公式さん側からの強いご意見があったというふうに伺ってますし、こんな嬉しいことないですね。まさにてっぺんが、まあ、その駆け足となって鹿の井平蔵くんにね、つなげてくれたじゃないですけど、はい、そんなこともやっぱあり得るんじゃなと思うと、いや、すごいですね。このパターンは初めて聞きました。そう、僕も初めて聞きました、はい、すごい。だからもしかしたらね、今後そういう可能性がどんどん膨らんでいきますよね。はい、うわ、これだからすごいですね。あ、ここで一つなんていうかお願いというか、なんていうか、確かにその声が一緒なので、はいはい、同じ人間から出ていて、まあ、どちらも少年というところで近いところではあるので、まあ、生まれ変わり的なことを考えられる方も多いとは思うんですけど、はい、関係性は今のところは、はい、みたいなね。でもね、そうなので、あくまで声の似てる人、そうですね、そう、なんか例えば昔の恋人と声が似てるから、ね、あ、みたいなの、うん、そんな感覚で見てもらえたら嬉しいなと、うん、そうですよね。まあ、ご本人がね、同じご本人が演じられてる違うキャラクターなわけですから ね、 ですからね。そうなんですよ、はい、でもそれも夢がある話ですよね、すごくね。そうなんですよ。